ルビー、金、そしてクジャク石は、イギリスの美術家ヘンリー・スコット・タクが1902年に描いた油彩画である。これはボートを漕ぎ、あるいはその周囲で海水浴している6人の若い男を描いている。ファルマスの近くで描かれた本作品は、1902年にロイヤル・アカデミー・サマーエキシビションにおいて、タクの他の2作品、ザラン・ホーム及びポートレート・オブ、 アルフレッド・デパスと共に展示された。これは彼の最大成功作品の一つであった。絵の寸法は1 1 7 c m 1 5 9トルである。シティオブ・ロンドン自治体によって入手され、ギルドホール・アートギャラリーで公開されている。8月の青、ヘンリー・スコット宅1893年から1894年。 テートブリテン諸造タクは1858年にヨークで生まれたが、しかし一家は翌年、ファルマスに移り、そこで気候が父親である、内海、ダニエル・ハックタクが患う結核を緩和することが希望された。彼は早く画彩を示し、1874年から1879年、ロンドンのスレード美術学校で、そして1881年から1883年まで、 パリで学び、そしてイタリアに旅行した。彼は1883年にコーンウォールに帰り、ファルマスに住み、通例はニューリン派の一員とみなされている。彼の作品の多くは、しばしば海の中のあるいは近くの、通例は裸の、ただし通例は生殖器が、視界から隠されている、少年あるいは若い男を扱っている。絵は、海岸線のそばの、 会場の小ぎボートの中とその周囲の夏の日のファルマスの近くのニューポートビーチの6人の若い男を描いている。絵は水平線を見せず、それをより囲まれた親密な屋外の空間にした。被写体のうち4人は裸である。1人は上左へ泳ぎ、1人は下左の岩の上で休み、1人は下向きで水遊びをしながらボートを掴んでいるし、1人は 中央でボートの横に腰掛けている。残り二人は服を着ている。一人は白のズボンでボートの後部でオールを掴んでいるし、一人は白のハットとズボン、一目を引く赤のトップでボートの中で腰掛けている。ルビー、金、そしてクジャク席の部分モデルはチャーリー・ミッチェルへは曖昧であり、数通りの読み方ができる運動競技らしい男らしさの商用として、 自然の環境の中で自己を意識しない、青春の無垢と純粋の表現。失われた、田園史のイメージ。帝国の息子らの描写。あるいは、快楽の商用と青春の軍国主義家の暗黙の批判として、多くの注釈者は、多くの同性愛運動の知識に注目し、そして、同性愛のチャージを見分けている。作品名、ルビー、金、そしてクジャク石は、 低作品で用いられた赤、黄、そして、緑色を指示している。ジョン・アディソン・シモンズの、あるエッセイを繰り返しているし、1866年に、アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーンによって刊行された。し、猛戦後家の冒頭の複数行を指示しているかも、しれない。エイリトル・マーシュ、プラント、イエロー、グリーン、アンド・プリクト・アット・リップ・ウィズ・テンダー・レッド。死は、 冒戦後家によって目撃された、湿地帯での恋人の合い引きを描写している。スウィンバーンの詩は、タクの1894年の作品、8月の青の霊感元であったが、タクの絵の題名は、詩の最後の複数行からの引用であった。タクは、作品のために定まったモデルを使ったが、その中にはリチャード及びジョージー・ホーエイカー兄弟、バート・ホワイト、ハリー・クリーブ、そして、 タクのボートマンを30年間務めたチャーリー・ミッチェルも含まれる。タクはミッチェルに遺言書で1000本堂を残した。古典的な文脈の外の裸の若者の絵はこの期間は一般に受容可能ではなかったが、ただし有名な例外は水浴の描写であった。もう一つの欠出した例は深みの水泳である。タクは1900年にロイヤルアカデミー巡回院に 1914年に会員に選ばれた。彼の作品は第一次世界大戦が後期、ビクトリアのそしてエドワードのイングランドの金メッキ時代を終わらせるまで人気があった。タクの作品は戦後嫌われるようになって、そしてタクは1929年に死亡した。彼の作品は1970年代の公然たる 同性愛美術熱狂者の世代によって発見された後に人気を回復した。ありがとうございます。